はい、んーとも、やわです。はい、カラオケ館。もう何回来りゃいいんだろうね。はい、カラオケ館の方に来ております。感染対策をバッチリやりながら、かつ、マスクを外しながらやるんだったらどうするべきかということでね、毎回ね、ご利用させていただいております。ということで、本日はデオキシスのリーダーはですよね、ということでやっていきましょう。はい、戦闘のね、ゲンガー、メガ進化させてあります。で、ゲンガー、ギラティということでね、この編成でやっていきましょう。個体値100ももちろん持ってないんですけれども、XL のね、飴の方も持っておりません。どっちかっていうとそっちが欲しいかな。うん、なので、今回やっぱ色違い狙いとか100狙いの時とかって、レイドアワーとかでレイド参加するじゃないですか。終わった後に、もう CP 見て、あ、こいつ微妙だなと思ったら逃げちゃったりすることあるんですよ。もちろんボロ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 って投げることあるんですけども、今回は全員捕獲をしっかりと目指してやっていこうと思います。で、デオキシスなんか今回のね、この実装来る前に捕獲の確率を下げられてる。あ、はい。はい、どうも。なんかたこ焼きが届きましたね。はい。今ね、一品、ワンドリンク、ワンフードお願いしますっていうね、そういったね、感じらしいですからね。じゃあちょっとやっていきましょう。よし。じゃあデオキさん、ちょっとぶったたいていき。何勝手に人弾き出してんのお前。お前何してくれた。しかも10人じゃんこれ。俺だけじゃねえな、割とみんな弾かれたなこれ。まあリードそういうこともねたまにはございます。そうさっき実はね、話したかった内容があってさ、デオキシスなんか捕獲率っていうのが今回の復刻の時に下げられてるっていう話がありましたね。っていうのもデオキシスとかミュウツーとか本来一番最初の実装化が EX レイドだったね、ポケモンっていうのはですね、捕獲しやすくなってるんですよね。なんか確率が基本的に違う、サークルの色もね、スタートがね違うんですよね。なんですけど、それが伝説レイドに行った時に EX レイドの捕獲率のまま、来るっていうことが今までよくありました。なんですけども、デオキシスは下げられてるっていうことらしいです。ちょっとわかんないですけどね、その捕獲今回ちょっとやってる中で捕獲数みたいなやつでちょっとそんなに変わってない、個人的にはね。ただなんか下げられてるみたいなお話がねあるらしいですね。はい、さあデオキシスさん、ちょっと参加人数、これスタート最初これ14か、大丈夫かなこれ。秋葉原人多い説あるかもな。これさ、こういう、まあ別に、デオキシスにかけた話じゃないんですけども、まあ人気のレイドバトルですよね、の時って、そのポケモンをね、求めて、やっぱりこう人口密度が高い街とかだと、トレーナーさんがよく来ると。そうすると、回線への負荷っていうのがね、その街全体で若干こう、まあかかっちゃうわけですよね。で、それのせいで、いつもよりもこう円滑にレイドができないなっていうのが、なんか昔から、まあ、ありますよね。もしかしたら今日はそれに当たるかもしれません。うん。さあ、とりあえず発症したデオキシスさん。はい、あれなんだっけ、もうデオキシスの CP ちゃんとチェックしたのに忘れんだよね。1289はどうなんだろうね。なんか13な気がするけどね。あー出た、これ。そう、みんなもこれやられてるでしょ。これバババババでタップできるようになったんだけどさ、その時にフリーズするんだよ。これやめてほしいよねこれね。よし、とりあえずゲットしていこう。めっちゃ強いんだけど、思ってたより強かったわ。さっきの強くてよかったね。まあもうちょっと強い、まあだから13超えか、1302とかだったっけね、を目指していきましょう。さあ頑張っていこうね。はい、早く食べながら頑張ろうか。うん、あ、もうまたパーティーミスってる、すいません、間違えました。おすすめバトルパーティーです。これはちょっと本当にナイアンティックさんにおすすめバトルパーティーに関しての提案があるんですけど、おすすめバトルパーティーってさ、ぶっちゃけ各トレーナーさんのさ、その最強の6体じゃないじゃん大体。おすすめバトルパーティーじゃなくて、これだと一応死なないよパーティーとかにしといてもらっていいですか。なんかおすすめって誤解が生まれてると思うんだよねあれね。あれにするのがいいんだみたいな感じでさ、最初やっぱりさ、分かんないトレーナーさんって思っちゃうと思うんだよね。ポケモン GO ってゲーム内でさ、どれがその火力が一番高くてとかってさ、数字では出るけどさ、種族値がそもそも分かんないじゃん、ゲーム内のね。種族値分かんない、外部で調べるしかない、っていう状態なので、まあそれはね、あれもそうですよ、剣盾とかの本家の方もそうなんだけどさ、なんかレイドってみんなでやるじゃん。おすすめバトルパーティーっていうなんかほんわかした感じじゃなくて、なんか変えてあげた方がいいんじゃないかな。もしくはもうちょっとこう大ダメージが出るポケモン
選出するとかね、精度を上げるとか、そういうのをしてくれたらいいかなとか思うんだけど、まあ5年間そのままだもんね。あ、倒してた。おー、また強いじゃん。1285か。さっき1289だったからね。え、なんかサッカー強いのばっかり、ありがとうございます本当に。よし、3戦目。個体値が今日すごく調子いいからね、なんかこのままやっていったら普通に100引けんじゃねえかな。まあ、デオキシスの100を、まあ、ディフェンスフォルムね、果たしていつ使うのかみたいな話は正直あるとは思うんですよだったらスーパーリーグ、ハイパーリーグ用の個体値厳選の方が優先なんじゃねえかみたいなね、そういったのはね、まあ、わかるんですけどね。まあでもやっぱ伝説の100ってさ、やっぱ嬉しいじゃん。なんだかんだね、前のさ、レジギガスも僕やっぱ嬉しかったもん。もう使わないだろうなと思いながらもね、あと分かんないし、なんか技とか変わった時にもしかしたら使うかもしれないじゃん。いや、微妙か、寝起き、まあいいや出たら嬉しいって感じだね。あとさ、まあね、山田チャンネルご視聴の皆様だったらやっぱり分かると思うんですけどもね、僕って全然 PVP やらないんですよ。ゴーバトルリーグとかだってまだレート出てないもん僕なんですけど、まあ、今シーズンともね、レート出てないグループ全然やってねえじゃねえかって感じだと思うんですよ。まあそうなんです、全然やってないんですけど、なんかでもやっぱり、これって変な話なんですけど、それでも例えば PVP でこの個体値強いよって言われて、なんかそういう情報見たりするじゃん。じゃあ一応見とこうかなとかさ、一応狙っとこうかなってなるのは、あれ何なんだろうね、この心理って。なんか多分その今やんないかもしんないけど、将来やりたくなった時に入手機会がないよって言われたらさ、なんかダブルで泣いちゃうじゃん。なんでやる気出したのにやれねえのかよみたいな感じと、なんでそれもどうやって厳選すればいいんだろうみたいな。しかも今回のデオキシスとかはさ、もう幻のポケモンだからさ、もうその機会が来なかったらもうアウトなわけじゃん。だからそういうポケモンはやっぱり一応ちょっと取っとく、見とく、個体値みたいな気分にやっぱなるんだよね。なんかPVP とか、あとなんだろう、別にチームレイドとかそんなにこうなんかやったりするわけじゃないけど、個体値100とか色違いってやっぱ嬉しいじゃん。なんかそのスーパーリーグ、ハイパーリーグの個体ってなんか同じような枠組みで結構僕は捉えてるかもしれない、最近は。それはそれで持ってるとなんか、あ、これいいやつなんだっていう、なんか一つのね、そのジャンルとしてなんかこうあるからいいなと思って、はい、みたいな感じなんで、ちょっとね、個体値もね、まあ、今日ちょっと終わった後にスーパーハイパーちょっと見てね、比較していこうかななんて思います。1250、さっきより低いですね。よし、4戦目いこう。よっしゃ、ちょっと待機1分ほどあるんでね、まあちょっとね、最近僕がハマってしまっているアニメとかドラマの話をちょっとさせてください。今さ、東京リベンジャーズめちゃくちゃ流行ってんじゃん。でさ、僕もともとさ、ちょっとヤンキー漫画とか嫌いじゃないんですよ。なんか例えば GTO じゃなくて、その前の湘南純愛組とか、あとは今日から俺はドラマじゃなくて漫画版とかさ、あとはジャンプでいうとボーイとかね、ろくでなしブルースとかルーキーズとか、絵の感じがちょっとね、昔無理で読んでなかったんで、今だったら読めそうなんだけど、まあみたいな感じでさ、ヤンキー漫画がもともと別に嫌いじゃないから、なんかこういうの今の時代でやるんだみたいな、こんなヤンキーものなんだなと思って見てみたらさ、違うじゃん、ただのヤンキーものじゃないじゃん。ひとひねり加わってんだよね、あれね。いや、だからなんかすごくさ、こう引き込まれちゃうよね、あれね。どうもみんな見てます、東京リベンジャーズ。まあ結構ね、なんか殴り合いとか喧嘩のシーンとかあるから、そういうの苦手な方はちょっとあれかもしれないんだけど、だからサスペンスの要素もあるし、あとタイムリープものの要素もあって、すごいこういろんなエッセンスが入ってるからさ、いや、あれそれ流行るわって感じ、めちゃくちゃ面白いね。ちょっとデオキシスのレイド始まってるけどさ、もっと今来てるのはディズニープラスのね、ドラマシリーズ、これちょっともう別、もうそれだけで1本動画撮りたいレベルです。今ねハマっちゃってんだよ。ディズニープラスってさ、サブスクですよ。ディズニーが始めたサブスク、昔の映画とかも見れますよ、みたいなやつでね。で、あれで、アベンジャーズのシリーズのドラマやってんのよ。ずるいの、あれが。今年3作品出たんですよ。ワンダービジョンっていうのと、あと、ファルコン&ウィンターソルジャーですね。はい。で、今やってるのがロキっていうこと、3本なんですけど、まあこれ正直アベンジャーズ見てない人は全然面白くない。アベンジャーズ見てないと各キャラクターとかもうクロスオーバーとかよくわかんないから、なんかうーんって感じなんだけど、もしもアベンジャーズをもう最高に面白かったと、アベンジャーズシリーズだとそのに出てくるいろんなサブキャラのね、サブキャラって、まあ、全員メインなんだけどさ、みんな好きだったらもうね見た方がいいね。ドラマだから映画の介護感かと思うかもしれないじゃない。違う。
最高。しかもなんかね、映画の方だとちょっとこうなんていうの、ピックアップされてる時間が少ないようなね、キャラクターたちとか、ロキなんて正直ね、もうあれですからね要は敵だから最初ね、うん、だけどあいつが何がいいかって、まあもう言わないですけどね、ストーリーね、もう映画とはだいぶそのテーマを切り替えてるんだよ全部ね。何がテーマなのか、主人公が変わるか、それテーマも変わるんだけどさ、いやすごい、もうちょっとここではもう奥が語らない、一個一個で僕動画一本喋れるぐらいのボリュームなんですよ愛が今いやでも最近ね、そういう風にさ、映画とか、あとドラマとかか、アニメとか見るようになってすっごい困ってることがあって、サブスク増えすぎ問題がちょっと僕の中で勃発してるんですよ。まず、僕はアマゾンですよね、アマゾンプライムの元々会員なので、プライムビデオ見るわけですよ。で、アマゾンは正直、もともとアマゾンよく利用するんです。まあ、機材を買うとか、撮影に必要なものもね、アマゾンで買うし、生活必需品とか、普通に食料品とかもね、買いだめしてるやつとかもそれ使うから、まあだからそれはいいと。問題はそっから先よ。他の映像作品を見るためのサブスク。ネトフリでしょ？フールでしょ？あとは今言ったディズニープラスでしょ？あと、パラビか。パラビも入っちゃってんのよ、これ。やばくない？だからアマゾン、ネットフリ、フール、パラビ、あとなんだっけ、あ、TVerもやってんだね。どうしようこれ、どうしよう、うん、だからなんか全部これいらねえんじゃないかって思うじゃん。でも思うとさ、あれでもこの映画ここでしか見れないとか、あれみたいな、うわネットフリ先行なんだみたいな、ネットフリの方が1話公開早いんだとかさ、もう各々が強み出してくるんだよ。やめてほしい。いや、やめてほしくない。やめたい。やめたいからやめてほしい。でもやめてほしくないっていう、もうぐちゃぐちゃのジレンマで今、サブスクを解除できないでいます。だからね、ちょっと悩んでんだよね。TVer はね、あれのために契約したんですよ。ドラゴン桜をね、最新のやつ見れなかったから、あれのために契約したんだけどさ、その後に昔のドラゴン桜もやっぱり見たくなって、で、パラビってドラマとかバラエティ番組結構強いからさ、あれなんですよ、昔のタイガー&ドラゴンとかさ、ああいうのも見たくなっちゃってさ、お気に入りポポポポってちょっと入れちゃってんだよ。だからまあちょっと3つぐらいに最終的には絞りたいけど、自信がないです。モンストのモンパスもすれば俺そのままだわ、解除しなきゃ。無駄遣いだ、サブスクで無駄遣いはみんな良くないぞ、本当に。チリツモですからね、年間で言ったら うん万円とかになっちゃうからきっと。いや知らんけど、早く出起き倒そう。よし倒した CP 高いと嬉しいぞとえ、また下がったんだけど。おお、ちょっと僕ちょっと歌あれなんであんま知らないんで、ちょっと存じ上げない歌なんですけども、すっごい練習してる。赤鬼と青鬼の単語すっごい練習してる。意欲がすごいですね。よしよし、いいや、速度が速くない、わーい、止まっとるわい。CP 教えてちょ。これさ、最低個体じゃない？ちょっとチェックしようか。1228、せーの、ドン。やっぱそうだ。だと思ったよ。ということで100は引けてないんですけど、逆100ゲットだぜ。ありがとうございます。遅延だな。ほら倒したぞ。最低個体値の次は一体何が出るんでしょうか。デオキさん CP1282、 おっとこれは強いね。今もう18、57分、まもなくレイドアは終了という感じですね。さあ、そういえば天気の方のね、アップデートが入ったおかげで、この夕方ですよね、日本国内でも夕方の、モーション、あとこの雲の感じですよねっていうのが見れるようになりましたね。これ夕方、これすごいやっぱ新鮮味があってね、この時間ちょっとテンション上がるんですよね。あと図鑑の方のね、アップデートとかも入りましたね。そういえばね、キラーのやつが確か見れるようになったのか。ゲームのモチベーションね、このね、ちょっとずつやっぱ上がりますんでね、うん、まあまあまあやっていただきたい。
はい、今19時23分です。まあ、レイドラバー終わってね、もう20分ほど、という感じなんですけれども、秋葉周辺で、まあ、19時以降ですよね、もうやれる、伝説レイド、まあ、デオキシスポンポンポンとやっていたんですけども、これが多分もう最後の挑戦になるかな。他の、一応割れてはいるんだけど、もうラスト10分とかそんな感じになっちゃってて、あの何回かタップしてチェックしてたんですけども、残念ながらちょっと人はおらずとねいった感じになってますね。さあ、チビいくつでしょうか。1247は低いですね。どうだろうな。スーパーリーグワンチャンあんのかな。はい、デオキシス、全部で36、9、12、13体か。まあ、今回ちょっとレイドアワー5もやったんですけど、13体ですよね。で、全部捕獲をしたので、まあ、ちょっとね、多分その挑戦回数っていったところではもうちょっとこう頑張れたとは思うんですけども、まあ、ちょっと途中回数重かったっていうのが正直あったので、まあ、言うてやれてあと 1,2 戦プラスっていう感じだったと思う。ちょっとね、個体値一応見たんですけど、スーパーリーグとハイパーリーグそれぞれの一番いいと言われてる個体ですよねっていうのは今回のこの時間の中では引けていなかったですね。約100がまとめ高かな、1228。まあ、これもね、貴重な、ポケモンではございますからね。一応気に登録しておきましょう。とりあえず、まあ、思ったより参加する方がちょっと少ないんだなっていう印象はあります。まあ、納得できる部分もありますけどね。ミュウツーで爆発するんだろうねとか思いますけどね。来週のレイドアワーも頑張ろう。はい、ということで今回もエンド終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私は Twitter、Instagram やっておりますよかったらフォローお願いします。またサブチャンネル、ゲームチャンネル、ポッドのチャンネルとね、他にも3つございます。よかったらそちらもほぼチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。